気持ちいいわー。絶好のお昼寝ポイント見つけたっていうから来てみたら、命かけんなや昼寝に。もう寝返り打ったらおしまいじゃねえか。ただでさえ我々まんじゅう、顔面だけ、こんなとこで一度転がったらもうすってんころりん。大丈夫よ。こう見えてこの下、ちゃんと道に繋がっているのよ。ちょっと何言ってるかわからない。パンパカパーン。こんな道に繋がってます。あの世言っとるやないけ。オス、オラ主、本日最初のニュースはこれから行かせてちょんまげ。ゆっくり霊夢にゆっくりマリサ、お昼寝中に転落か？今朝、どっかの崖の下らへんの、どっかの海らへんの水面らへんで、浮かんでいる霊夢とマリサを、近所のイルカさんが発見しました。いや最初はね、また人間が捨てたゴミかと思ったんですよ。でもなんか赤いし黄色いし、近づいてみたらこれは大変ってことで、すぐに通報しました。あ、ちなみに自分、イルカじゃなくてシャチっす。二人ともすぐに美容院に搬送されましたが。残念ながら、死に寝返りとかダサすぎんだろってかちゃっかり霊夢生存してるしおい。私はこんな危険を昼寝は危険するぞ。ダジャレっすか？ちょっと狙って面白いと思って言ってみたけど、いざ言葉にしたら微妙すぎたので聞かなかったことにしてくれ。どんまい。うせよ。どうした？見てるのよ。太陽の位置、それを聞いた上でもう一度尋ねよう。どうした？うん、14時22分。帰るのにちょうど良い時間ね。いやほぼぴったりエグ。でこのデジタル時代にどんだけ原始的な時間の確認の仕方だよ。いや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 、待って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 。なんだあの怪しさしかねえ店。知らないわ、私もこの道使うの今回が初めてだし、あんなのあったなんて。こんな山奥にひっそりと、しかもボディーガードに防犯カメラ。絶対ヤバい系よね、多分。てか絶対ここはスルーして帰るぞ霊夢。でもさ、正直かなり気にならないか？まあ正直に言えば気になりすぎるけど。ちょっとだけ行ってみましょうよ。いやでも絶対にヤバい系だろ、普通じゃないっていろいろと。でもこのまま帰ったらきっと、一生気になったままよ。それは確かに。やばかったらすぐに逃げる。これで行きましょう。おし、そうだな。すいません。ここは、何のお店ですか？入店を、ご希望で。まあ、はい。それでは、身分証を見せていただけますか？身分証。なければタブレットに、住所氏名年齢、電話番号など、ご記載いただく形でも大丈夫です。そうなんだけどさ、ここまで来たらよマリサ。はい、病気検査も問題なし、お二人の入店を許可します。おい、一体どんな高価なものを取り扱っているんだこの店は。いろいろ厳重すぎんだろ。へぇ、あれれれれれれ。いらっしゃい、キメイマル駄菓子屋だよー。いやまさかのただの駄菓子屋かー。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。